1990年に沖縄へ戻った宮平さんは、宗麗さんと共に中国武術の道場をスタート。地元メディアにも注目され、門下生も日に日にその数を増していきました。しかし沖縄は空手発祥の地。当初中国武術に対する空手関係者の目は冷ややかでした。やはり沖縄というのは空手発祥の地ですから、中国武術を普及させるのには苦労もあったんじゃないですか。そうですね、最初の頃は、いろんな空手の先生方の訪問も受けました。でなかなかやはり空手というのはもう歴史が長いですので、なかなか話がこう噛み合わないといいますかね、そういう部分もありましたが、上原先生とお会いして初めて、沖縄にもこういう考えを持たれてる、昔ながらのこう考えを持たれてる方がまだいらっしゃるんだなということで、それからの交流させていただくようになりましたね。沖縄空手界の重鎮上原講師は、宮平さんと宗麗さんの中国武術に出会い、演武の素晴らしさに感銘し、すぐさま天行軒中国武術館に入門。宮平さんの良き理解者でもあります。私はそれを習ったのは、宮平先生から習うのは、目的を沖縄の本来武士松村からそのジャングル面々として続いてきた沖縄の空手を昔のやり方に戻したいと。沖縄の空手には原型はあるわけです、格好は。だからこの肉付けがやられてないということ。上原氏の要請を受け、1991年には武術研究会がスタート。そこには空手や古武道の指導者、講談者が集い、また若手選手たちも参加し、中国伝統武術を通して沖縄空手の可能性を考える実験の場となっています。